新年一発目のミュージックゴールドラッシュはクォーターファイナル第1弾をお届け。ごまかしの効かないライブ映像での審査、真の実力が試されるこのステージ。今回審査するクォーターファイナル出場アーティスト3組は、ルールやジャンルに縛られない予測不能なアーティスト、マンスリームニューカレドニア、激アマメロディーに無敵のポップソング、セットフリー。岡山発静と動の巧みな音像、グランブルグランブル。ムード、これは相当あるなと思っていて、俺好きっすね、妖精っすね。なの全言撤回します。いいバンドだと思いました。果たしてセミファイナル進出アーティストは現れるのか。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2クォーターファイナル、いよいよ開幕。ミュージックゴールドラッシュ、司会の藤田匠です。アシスタントのほのかです。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2、新年一発目になります。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。さあ、今月はですね、クォーターファイナル第1弾の模様をお届けしたいと思います。2020年、去年の8月から11月のオンエアで勝ち抜いたアーティストたちを審査していくということになります。さあ、今回は待ちに待ったライブ審査となります。楽しみですね。ライブ審査です。もう古川さんにとってはようやくこう同じ物差しでみたいなところがあります。まあそうですね、 MV とかだとね、あの MV のクオリティに左右されたりもするんで、今日は本当に楽しみにしてきました。はい。さらにですね、ゲスト審査員としてこの方に来ていただきました。忘れらんねえよ、柴田さんです。よろしくお願いします。こんにちは、柴田です。でも楽しみにしてました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回審査、一次審査通過したアーティストになりますけれども、この3組になります。マンスリームー&ニューカレドニア、セットフリー、グランブルグランブル。この中で次のステージセミファイナルに進出するのは一体どのアーティストでしょうか。いよいよ審査がスタートします。今年の夏も特に何にもなかったなと、立ち止まって僕は空を見上げ思ったのです。周りの人間たちは友達や恋人と海で泳いだり祭りに行ったり、警察のお世話になったり、夏が終わるよ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 。君はどこにいった？ああ、君はどこにいった？君はどこにいった？ああ、君はどこにいった？
さあマンスリームーン&ニューカレドニアご覧いただきました。よひとさんどうご覧になりますか。僕はですねそのボーカルのムダイさんの、まあ、ムードこれは相当あるなと思っていて、まあ、コード進行がずっと一緒なのでこれよっぽど工夫したりとか歌詞に吸引力がないとこの長尺は結構大変だと思うんですよ。だからそこら辺の追求の仕方がもうちょっとできるといいなと思いながらも僕はやっぱこのなかなかこういったムードのあるボーカリストをこの2年通じてもあんまりいないなと思ったのでそこはなんかもうちょっと期待したいなっていうところはあります、はい。さあ審査員の皆さんお話を伺っていきたいと思います。田中さんどうでしたか。はい、そうですね演奏良かったです。すごい上手好感はとってもあったんですが思ってる以上にそのなんかね物足りない何かがあったというかワインそれが多分もちろんワインにさみんな気になるワインにさ覚醒しないといけない気がする前回ミュージックビデオで演奏していないワイニーさんという方がいたんですけどライブでどんなパフォーマンスを見せてくれるのかと、まあ、その期待の目でみんな向かっていたんですけどやっぱり思ってる以上に何してたんだっていうアクリル板があったからじゃないですかねそこ込みでやっぱりエンターテイナー的な立ち位置じゃないですか。僕はもうエンターテイナーでずっとやってきたんで僕だったらもっとワイニーに負けない気持ちがな分かるんだよな。あのポジションやってきたからあのポジションずっとやってきた柴田さんにも伺いたいと思います。どうでしたか。いや僕すごい好きだなって思ってメロディーセンスめっちゃあんなっていうコード進行面白いし、うん、あとメロディーのふわりがすごい良くてあと歌詞がめっちゃ面白かったんですよね。なんか意味さえも敵に回してってもう死んでも書けねえなっていうこういう出てくるね自虐をこういうの書きたかったんですよ書けねえんすよね。いやいやいやいい歌詞いっぱいあるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あとボーカルが妖精ですね。すげえ可愛くて、これ女子人気出るし。確かに可愛い。そう。全体の演奏の雰囲気とかなんかマカロニ鉛筆みたいだなみたいな。おしゃれだけどちゃんとギターロック感みたいなのもあってその親しみもあるみたいな。俺好きっすね。妖精っすね。
かす声なき言葉孤独を襲って吐き出す何度明日を拒んだの、ね、何度昨日を超えてきたのもう何度目の今日に組んだ飲み込んで重ねたいつか僕も報われるって意味があるって胸を張って生きることができるのかだなんて描いて巡らせたその言葉で僕を呼んで言葉でいずれは誰もが同じ場所へと使えないのを持ってしまってごめんな滲んでゆくこの傷を舐めて僕は思い返して血の捨て方ばかり上手くなるけどそれでも繋いでいればなんて嘘だそうだ僕は今日も何も選べないでここに留まる雑踏に紛れ灰色に染まるこの身で過ごす意味も意味も僕も何もかもが無価値だ今日だって命を動きながら生きるそうやっていくつも何度も積み重ねた生きあぐねたけれどそれに見合うだけの価値が僕にはない分かってるあこうして失っていくんだろうな僕は命も意味もただひたすらにさあグランブルグランブルご覧いただきました。さあ古川さんどうご覧になりましたか。はい、僕すごい覚えてて、顔も見えないし演奏してる動きもなかったんで前の MV の時はもうアニメだったんでジャッジできないっていうところで無ですって言う連呼したのを覚えてるんですけど全部無ですって連呼したんですけどでもまあそれはちょっと撤回してあげないとかわいそうかなってぐらいこの照明見た時にパッと顔隠してる時にあなるほどなっていう MV とつながったっていうか、歌もやり方次第じゃすごく化けるんじゃないかなっていう声がもういいんで最初にこれを見てたら通してたなと素直に思いました、はい、ただ僕は歌詞は弱いなと思いましたね多分 MV の時も言ったと思うんですけどこんだけできてて演出能力もあって客観的に自分たちをどう打っていくかどう見せるかみたいな打っていくかって言い方じゃないかどう見せるかってことまで分かってるんだったらそこもいけると思うんでその歌詞が弱いなとそこが突破口になるかなと思いましたこのバンドはっていうところですかねあだいぶ前言撤回しますいいバンドだと思いました、はい、さあそれでは寺岡呼人さん結果発表お願いしますそれでは、今回セミファイナルに進出するのは